OE24 のインタビューで、ヘルムート・マルコは、レッドブルモータースポーツコンサルタントの公認の可能性についての噂に終止符を打った。80歳のグラーツ出身の彼は、来年、すべての F1 レースに参加する予定だ。今年の F1 シーズンは24戦で、これまでで、最も激戦となる見込みだ。いいえ、マルコは、アブダビでの F1 最終戦から1ヶ月経っても退屈していない。国内外のホテルでの商談の合間に、 元気いっぱいの何でも、矢は、グラーツ近郊の林業でエネルギーを充電している。そして、レッドブルのコンサルタントとして、20回目の F1 シーズンを1月にスタートするのが待ちきれない。以下、OE24 のインタビューのハイライトだ。OE24、クリスマス前の最後の電話で、あなたは、レッドブルのボスたちとの重要な会議について話していましたね。あなたの将来は、もう明らかですかヘルムート・マルコ、はい。 いい意味で、すべてが計画通りに進んでいます。多い、e、24、ということは、来年は、初めて、24戦というストレスに耐えなければならないということですかマルコはい、はい。しかし、それは私にとってストレスではありません。私に何が起こっているのか、クレイジーです。と言ったら、それは難しいでしょう。でも、私は自分にこう言います。オーストラリアは美しい。 メルボルンへの旅行を楽しみにしている。金曜日の午前11時から日曜日の夕方まで、私は、レッドブルレーシングの仕事をしていますが、それを楽しんでいます。OE24、マックス・フェルスタッペンも出張していました。休暇中に、彼と連絡を取りますかマルコ、たまにしかないよ。マックスは、現在ブラジルにいます。ガールフレンドの編集者ケリー・ピケの家族と一緒に、が、そこからは連絡がありません。 1>, 1月6日、7日以降は再開となります。2月のテストに向けて、最初の準備が始まります。他にもやるべきことはたくさんあります。OE24、レッドブルのパワートレインエンジンプロジェクトは、実際のところどうなっているのですかマルコ、競技に参加できるようになるまでは、まだ遠いですが、2026年のワールドカップシーズンに予定されています。編集者、すべてが計画通りに進んでおり、 パフォーマンス曲線は正しいです。2026年からは、独自の、レッド、ブルエンジンを搭載しますかうまくいかないといけない。OE24、実際、レッドブルエンジンの競争力が間に合わない場合に、ホンダエンジンを使い続けるという、プラン B は、実際にあるのでしょうかマルコ、いいえ、うまくいかないといけません。2026年からは、自社エンジンで走ります。それまでは、これまでうまく機能してきたホンダに、 可能な限り、最高のパフォーマンスの可能性を期待しています。ホンダと契約していたので、これからもお世話になります。多二、e、24、ということは、レースの合間には、日本にも行かなければならないということでしょうかマルコ、いいえ、もうそこに行かなくても済むように、すべてが整えられています。私にとっては、十四レースあれば十分ですが、いずれにしても、そのうちの一レースは日本です。多二十四では、 ドライバー部門では何が起こっているのでしょうか彼らは少なくともセルジオ・ペレスの公認を探さなければならない。マルコ、今のところ彼は2024年末までの契約を履行するでしょう。それからわかります。OE24、公認ドライバーのリアム・ローソンには2025年にコックピットが搭載されるとおっしゃっていましたね。マルコ、はい、そしてその前に彼のポテンシャルが。 本当にどこにあるのかを知るために、彼は、少なくとも、あと数レースを走る必要があります。OE24、マックス・フェルスタッペンのおかげで、タイトルを気にする必要はないですよね。彼が、また全てを台無しにしないためには、何が必要なのかマルコ、こんなシーズンは、もう二度とないでしょう。しかし、強豪他社は、よりいい準備をして、2024年シーズンに臨むと、想定すべきだろう。 私たちは転落したわけではない、ただ一緒に成長しただけだ。OE24、フランツ・クレムは、ムゼーブでの転倒により、2024-25年の完璧な下り坂シーズンを逃したことに、いつもイライラしている。レッドブルが、22レース中21勝、だけ、だったから、あなたも同じように感じますかマルコ、いいえ、私たちは落ちたわけではありません。シンガポールで立ち往生していただけです。 当社のマーケティング部門は、これを、完璧な人はいないというスローガンを掲げたオリジナルの広告モチーフに仕上げました。OE24、12月28日は、シューマッハのスキー事故から、10年の悲しい記念日だったからです。内部関係者として、実際に、シューマッハが、今日何をしているのか知っていますかマルコ、いいえ。このことは、パドックでも話題になりません。そして、 家族がプライバシーを維持したいことを受け入れているので、私は尋ねません。コメント、マルコが、重要なコメントを行っています。2024年レースに帯同するということ。レッドブルパワートレインズのエンジンは、まだまだな様子。ローソンは、もう数レース走って、F1 シートに座らせるかどうか判断すること。その他、重要な話が聞けました。びっくりしました。